If you like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentary. Carmentary です。みんな元気。今日もやっていくぜ。またちょっと夜バージョンでごめんなさいね。今日は、まあ、トレンドニュースではあるかな。1週間前ぐらいすごくトレンドで、まあまたこの 2,3 日もちょっと出てきてるけど、2つトピックあります。1つは言葉の自由、それと新しいアプリの発表、スレッツ。これね、みんな知ってますか。あのインスタグラムの親会社は、今メタですね。メタ、もともとはフェイスブック。日本ではまだみんな結構フェイスブックって言ってると思うけど、あのフェイスブックメタが、新しいアプリを発表して出しました。で、これがいわゆるツイッターの完全パクリ版。もう見た目もほぼ一緒、内容もほぼ一緒、基本的に文字ベースの、ソーシャルメディアネットワークってやつですね、 SNS で、文字がメインなんだけど、文字が先に来て、で動画つけたり写真つけたり、まあその辺はツイッターと同じような感じで、でみんな知らない人もいるから一応説明しますが、インスタグラムで口座を持ってる人であれば、その新しいアプリをダウンロードして、で自分のインスタグラムの名前をそのまま入れれば、そのまんま全部こう横移動できるようになってるんですね。またこう新しい登録じゃなくて、インスタグラム持ってる人だったら横移動で、もうプロフィールの書いてることとか年齢とか名前とか E メールとかその辺の情報も全部パッと入って、でしかも例えば自分のフォローしてる、人、まあ、100人フォローしてるとしたら、その100人がまあスレッズ全員いるわけじゃないかもしれないけど、そこに入ってれば自動的にフォローすることもできたり、そういう仕組みになってるんで、まあ、すごく簡単にインスタグラムやってる人にとってはすごく簡単にダウンロードして使い出すアプリですね。やっぱ新しいソーシャルメディアネットワークはなかなかこうビッグなものがこの5年6年ぐらい、まあインスタグラムが出てからなかなかビッグになるものが、現れない。いろんなのある。いろんなタイプがあるんだけど、まあやっぱりこの最初の Facebook と YouTube と Twitter と Instagram、まあ、この辺がこうパワープレイヤーですね。まあで今回よく考えましたね。 Facebook の会社の人は、まあ、これ完全に Twitter を潰しに来てるんですね。いろいろ言われてるし、僕も見てて思うけど、まあ Twitter はイーロン・マスクに買われていろいろこう変えられて、でまあここでこの言葉の自由の話が出てくるんだけど、基本的にアメリカっていう国、この辺の会社がみんな存在してるのはアメリカで、アメリカでは言葉の自由っていうのがあって、何でもこう好きなことは言えるはずです。ただしこの3年ぐらい、そのソーシャルメディアとかニュースの中では言葉の自由がなくなってるんじゃないかといろいろ噂されてました。で、イーロン・マスクがツイッターを買収していろいろ暴露したんですね。ここでよくわかりました。実は裏でいろいろこの辺の自由に動いてるはずの会社が、結構操作されてると、こういうことを言ってる講座を取り消してくださいとか、この辺のコンテンツはあんまりこう話題にならないようにしてくださいと、いろいろ実はですね、まあ名前は出さなくていいけど、スパイ系の人たちが裏でいじってるんですよ、バンバン。で、これが今アメリカでかなり熱い戦いになってるんですね。裁判も起きてるし、一般市民の議論だったり、まあそのソーシャルメディアの中で、どうなのと。その、まあ、言ってみればね、このツイッターとかフェイスブックも、
株式会社なわけで、パブリックなものではないんで、その会社がルールを決めて、こういう言葉はうちの中ではダメですって言ったらもうそこまでなんですよ。その権利もあるんだけど、実はそのルールが、変えられたり、いじったり、都合のいいようにこう見せたり、いろいろこう、ズルを実はこの何年も、していて、まあ、そうすると何が起きるかって、その見てる一般市民が、ね、すべての情報がフェアに出てないから、情報が偏っちゃうんだよね。どっちかに。どっちかの方に偏っちゃうんで、まあ、これが正しいか、これがみんなこう思ってるのか、これがトレンドニュースだったら、まあ、そうなんだろうな、と思ってしまう。これは非常に危険と言われております。僕もすごく危険だな、と思って。その、まあ、例えばね、聞きたくない、ひどい話も一応許しとかないと、その、ね、たまに、例えばこう、正しい話も潰されちゃうことになっちゃうんだよね。その、この話だけはダメよって言っちゃうと、それをね、ある時に都合いいように、他の話にもそのルールを使ってしまう。これが危険です。だからあくまでも、言葉の自由っていうのはすごく大事。で、まあ、ツイッターが、このイーロン・マスクが入ってから、割とまたこう、まあ、100% ってないかもしれないけど、すごくこう、自由になったり、消されてた人たちが戻されたり、まあ、例えば、トランプ、大統領、まだ大統領でいた時に、ツイッターから外されるっていうね、とんでもない、事件がありましたね。まあ今回トランプが戻されたりとか、そういうことがありました。で、やっぱりこれね、よろしくないと思ってる人たちがいるんですね。僕が思うには、この新しく出したツイッターパクリアプリっていうのは、スレッズが完全にツイッターのお客さんを奪い取って、そこでまたこう管理していくというか、間違いなくこの Facebook、Instagram は、言葉の自由はあんまりない、組織なんで、あるトピックについて語ったりすると消されたりとか、いろいろこう、今もあるみたいで、その会社が作るこの文字ベースのスレッズっていうのも間違いなくその中に入っちゃうんです。で、もう一つ。まあ、このね、ネーミングなんですね。実は、ツイッターの中で、昔からツイッターはね、文字数が決まっていて、それ以上書いちゃうと、まあいけないんで、どんどんこう、次々こう、書いていくんだけど、それはある時からね、スレッドって言って、まあ、紐付けとか糸っていう英語の意味なんだけど、糸で繋いでいくみたいなね。だから一個のトピックについて何個もツイート書くと、それがこう、クリックしたらバーって出てきて見れるっていうね、その仕組み、その言葉までパクってるんですね。まあこのザックルバーグ社長がもうパクリ野郎なんで、しょうがないと思います。あとね、日本にいると、まあこのカタカナ英語ですね、カタカナ発音非常に言いにくい、このスレッズっていう言葉が最悪だなと思いました。まあ、それは、アメリカだとみんな、threads ってね、th の発音、threads ですね。threads 練習しましょう。これは普通に言えるけど、まあ、それでもね、アプリの名前としてどうかななんて思うんだけど、まあ、それは OK だとして、日本人にとっては、このネーミングは言いにくいなぁ。なんか、友達に、スレッツやってますかみたいな。スレッツ入れましたみたいな。ああ、最近俺スレッツにハマってるんですけど、みたいな。言いにくくてね、これ流行らねえんじゃないかなと思って。まあちょっと、それは、僕の個人的な意見なんですけど、皆さんどう思いますか？もう、実はね、これを聞いてる人でスレッツをもうバリバリもう最高だーと思ってね、使ってる人もいるかもしれないけど、教えてください。スレッツはいいと思いますか？使ってみてどうなんですか？まあ普通にね、普通にインスタグラムから、例えばツイッター使ってない人
でやっぱりもうちょっとこう文字をメインになんかやって情報出したいし友達とつながりたいと思ったら、いやきっといいんだよね。普通に使う分には何も何も問題ない。ただこれだけ知っといてください。そのアプリ1個入れてログインをしてしまったら、自分の、デバイスからそれを取り消すことはできないんですよ。取り消すっていうか、そうだね。アプリは多分消せるんだけど、そのアカウントは実は消せないんです。すごくない？この間これね、他のブロガーというか、いろいろ情報出してる人のやつ見たら、そんな風に書いてました。そのアカウントを、なんだろう、一時停止というか、ホールド、ミュートって言ったらいいかな。ミュートすることはできるんだけど、完全にそのアカウントを消すことはできないようになってるんですよ。これはね、なんだろう、言葉の自由の問題以上だよね。もう、その行動の自由までいじってますね。ひどいと思います。で、これどういうことかっていうと、やっぱりね、その、情報を吸い上げてるんですね。どこの SNS システムも YouTube も、Instagram もどれも、もう、あなたの、なんだろう、何をライクしたかとかね、何を見てる、何秒見てる、どんなメッセージ書いた、コメント、自分の位置情報、どこで見て、何分ぐらいそのアプリ開いてるとか、全部その細かい情報を吸い上げて、データとしてそれを使ってるんですよ。それはね、皆様知ってると思うんだけど、もう一度そこをね、思い出した方がいいと思います。で、このスレッズを消せないっていうことは、例えば使ってみて、いや、いらねえわ、これミュートするわってミュートしても、もしかして、まだその位置関係だったり、他のアプリを何を開いてるかとか、その辺の情報をそのまま吸い上げてる可能性はあります。うん。これはみんなどう思いますか？まあなかなかね、こういう時代で、なかなかこう、言葉の自由もなくなり、行動の自由もなくなり、まあいろいろこう厳しくなってきた時代ですね。皆さんも、その辺について意見をぜひ、教えてほしいと思います。Drive safe! If you like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentary.